被殺政務委員会。被殺政務委員会は1935年11月25日に中華民国北部に成立した地方政権、紀藤防教自治政府の機関。同政府は戦争前、中国河北にあった日中間の干渉政権である。1937年8月20日に解散した。中華民国で1935年、民国24年。 昭和10年12月18日に国民政府により設置された機関であり、総鉄源を委員長に任命し、河北省、チャハル、チャハル省を統治させた。1935年12月19日付の東京朝日新聞によると、中国北部で発生した住民による自治運動の高まりとそれに対する国民政府の対立の中で、 民意尊重という公国との親睦を掲げていたことが、記されてを、河北省の自治と、冒教、国民政府からの分離を目指した。姫野徳一の、帰殺、帰還問題によれば、民衆自治運動を背景として成立したが、その権限は限られており、自治政権としての性格は弱く、通常は、中央政府の意向を受けながら、姿勢を行い、その傾向は特に人事、徴税、 外交の各分野に関して顕著だったとしている。これは、小介石が関東軍による日本の傀儡化がこれ以上及ぶのを恐れ、先手を打ち、表面上は日本が要求している北支自治運動の形式を取りながら、実態は南京政府の制御下にある日本の区別でな自治政府である。そのため、国民党政府でありながらも日本人軍事顧問が招聘された。 総委員長の指揮下にあった中国第29軍では、桜井徳太郎、中島大志郎、笠西半蔵が軍事顧問を務めており、露甲橋事件の際には現地解決に努めた。紀藤傍教自治政府は、鬼殺政務委員会と満州国に挟まった海来地方政権である。1935年10月22日付の東京朝日新聞によれば、 1935年10月21日、下北で自治運動が発生した。1935年10月23日付の東京朝日新聞では、高賀県の有力者、竹玉邸を指導者とした彼らは武器を持たず、減税と自治を要求していたことが伝えられているが、これは日本側の下北分離工作に伴う支援を受けていたという見解も存在する。 1935年10月24日付の東京朝日新聞によれば10月23日には彼らは甲賀県庁を占拠し中国国民党打倒管理の罷免孫文の建国大綱に基づく地方自治と農民救済を要求する宣言を発表運動は河北省全域に波及する情勢となった宣言内容では自治を原則とし土地の交友反対 共産勢力に対する警戒、農村救済、減税、福祉増進を挙げ、同日、河北省各県代表連席会は緊急会議を開催し、各県の民衆が一致して、工画民衆を援助する方針を決議したことが伝えられている。当時の東京朝日新聞によると、この運動の根本原因には、国民政府による搾取があったとされ、10月27日には、 話し合いの末、保安隊により、甲賀県庁が接収され、その地域では解決したが、自治を求めて次々と放棄が続いたことが、伝えられている。高木翔之助の、紀藤から中華新政権へによれば、河北省主席、昇進は、国民政府の意向を受け、事態の収拾に当たったが、自治運動が、 単空停戦協定で決められた非武装地帯内で発生したことから力鎮圧を行うことはできず自治運動を起こした側もこの点を考慮したとみられる。一方日本軍中央でも中国北部の農民運動に対して中国政府が武力鎮圧することを牽制していたが昇進の圧戦と日本軍司令官ただ春秋城の和平工作により自治運動は昇降状態となったとしている。 中華民国では継続していた輸入超過のための対外決済とアメリカの銀回入れ政策に起因する銀の海外流出のために政府系銀行の準備銀が急激に減少したこのような中国の経済危機を有料したイギリス政府はリースロスを派遣し日本政府に対し共同で中国の銀を下支えすることで見返りとして中国は経済安定を日本は 満州国承認を英国は対中債務の保全を得るという副案を日本側に提示したが日本側では広田大化3原則の逸脱や軍部の過北分離工作に対する楽観論もありこれを拒否したリースロスは南京で日本を切り離した部分の合意を中国政府と取り付け以下の6つの要点を含んだ実質的に元ポンドとリンクした管理通貨制度への移行と 金の国有化、法兵の使用を強制する改革を11月3日公表した。新害革命以来、地方政権により発行された紙幣は暴落あるいは廃棄された歴史を持ち、中国民衆の紙幣に対する信用度は低く、また特に金融知識に疎い農民層における売買取引は、従来からほとんどが現金交易のみであったことから、 国民政府の銀国有都市兵の強制運用の実施は中国北部の農民に極度の不安と強行をもたらした。一方、中央銀行を除くすべての銀行も保有している銀の喪失、打感不能による市兵価値の下落と通貨不安による物価高騰、中国北部における経済の基本であった農民と都市の経済関係の断絶による 政教皇の危険から国有化政策に反対した。この銀国有化に伴い、中央政府は地方銀行の義務を上海に移送することを命じたが、日本軍部では、河北に政権を樹立しても、通貨の発行が不可能になることら反発した。日本側の中流軍は、現銀南総々死を図り、これに成功した。総鉄源は、自治運動が自身の勢力拡大に有利であり、 大義名分もあることを背景に中国北部に新政権を樹立する動きを見せた。この動きに対して国民政府側は氷玉省の密使を使って独立を施行する力の切り崩しを図った。そうに協力の姿勢を見せた反復に対しては中央軍を移動させて威嚇を行っている。中村幸雄によれば土井原賢治少将の構想した北市政権の成費は 山西省と水園省を支配していた、延釈山の態度次第であったが、延釈山は態度を決めかね、日本側の提案を受諾しなかった。この時期、南京政府の軍事委員会委員長が、蒋介石、延釈山は副委員長であった。このため日本側は、土井原構想を推進するため、延釈山の掌握を目的として、賛成省に特務機関を創設した。 中村隆秀によれば、関東軍は11月12日より、山海間に戦力を集中させ、中央に、英国の中国経済支配は民衆に害をなし、満州国に脅威となるので、北下諸省を経済的に分離せしめて、これに対抗する。中国政府の今回の失策に乗じて、過北分離工作を断行するべきだとの趣旨を打電し、その追認を受けた。 このような軍事的背景をもってしても、予定された11月20日までに、そうを牢絡できなかので、因南事項にも圧力をかけ、11月23日には、祈祷防教自治委員会設立を公表させた。12月9日に、北平、天津の学生らによる自治反対の抗日デモが発生した。中村幸雄によれば、12.9運動は、 中国共産党北方局初期であった、劉少奇指導によるもので、土井原少将の北四県樹立工作に対する反撃である上に、この時期には調整にあった、毛沢東軍が10月延安に集結すると、敗戦部隊であった状態から直ちに、劉古丹軍を吸収、編成を改正し、戦北根拠地の建設に取り掛かり戦力を回復させるが、12.9運動はこの軍再建に、 必要な多くの幹部軍艦の充足のために行われた幹部軍艦募集の意味での学生の獲得運動という一面もあり大量の知識分子が獲得され1936年2月には共産軍による山西侵入作戦が起こされその実力を誇示しているこの機に茶春河北の軍権を掌握して中国北部最大の実力者となった僧は徐々に自治を 進めて国民政府との衝突を避けようとしたが、中央政府による気殺推薦公書主任への就任要求は拒絶した。僧が北方自治政権樹立を決意したことに激怒した小解石は僧に対し中央の意志に背くようなことがあれば断固たる措置を取るという警告の電報を送ったが、僧は中国北部の自治を要求する電報を中央に送り、場合によっては、僧、 旗た特潤、低活、長寿中など洋人が総辞職した後に、自治政権を樹立する構えを見せた。中国北部の新政権はあくまで、南京政府の支配下に置くという副案を携えて、何冒金が北平に派遣されて交渉が行われたが、そは一切の官職を辞して、天津に退避し、何には北平からの退去勧告を出した。何は、 南京政府と総の双方を満足させる妥協案を勝負リエー練り上げることで総との会見を実現させ合意を得た。1936年民国25年8月19日の総鉄玄委員長歓迎宴会には総と旗徳順、今井武雄、牟田口蓮也、河辺昌蔵、松村隆義、川越茂などが出席した。政権に続いて 企殺政務委員会設立の動きが具体化すると、河北分離の危機感が広がった。まず立ち上がったのは、北平の学生たちである。12月9日、国間の中を5000人の学生が、日本帝国主義だと、河北自治反対、全国が武装して、河北を守れなどのスローガンを叫びながら、デモ行進した。デモ隊の中心は、法典を追われて、北平に移転していた東北大学の、 学生たちであった。事前に学生の行動を察知した、総鉄源は警察、軍隊を大量に動員し、放水、棍棒立ち、銃剣で阻止し、多数の負傷者、逮捕者を出した。しかし学生たちは屈指しなかった。さらに12月16日、被殺政務委員会成立予定日に、再び1万余の学生がデモ行進を行い、軍隊、 警察と激しい衝突を繰り返しながら市民数万人が参加する民衆大会を開き、被殺政務委員会を承認しない、下北のいかなる傀儡組織にも反対する東北の湿地を回復せよなどの議案を採択した。政務委員会の成立大会は18日に延期され、ひそやかな形で行わざるを得なくなった。当局の厳しい取締りの中で刊行された。この学生たちの運動は、 全国に波紋を広げ、小介席の学生運動禁止令、1936年1月を無視して、全国主要都市で学生の集会、デモが挙行された。学生たちは、旧国で連団を組織して農村に入り、農民たちに、亡国の危機と抗日の道を説いた。こうした運動を基盤にして、5月には、全国学生救国連合会が、上海で結成され、 折からの日本の品中東軍大造強、1800人から5800人に、に反対する運動を全国に拡大していった。学生たちの運動は、さらに広範な階層へと広がっていった。12.9の直後、上海で、陳紀と史樹、数等分らの、上海文化界嗅国会が、また、上海婦女会嗅国連合会が作られ、1936年5月には、 全国の同様な組織64を結集した全国各界級国連合会誕生して内戦停止、一致抗日を要求した。これに対して国民党政府は1936年2月治安維持緊急事財法を発布して抗日運動を厳しく抑圧し、11月には全国各界連合会の指導者、陳紀と史樹、スー・トーフン、章ら7人を 民国に危害を加えたとの罪名で逮捕した。いわゆる、抗日七君子事件である。しかしこのような弾圧は、運動に一層白車をかける結果となり、抗日九国の声は全国にみなぎった。1935年12月18日、記殺政務委員会が成立した。目的は、河北省の民衆による自治と、暴挙、外交、軍事、経済、 財政、人事、交通の権限を中央からの分離を意図していた。成立にあたって民意村長と友好国との親睦が宣言され、日本との提携が強調された。翌年2月には土井原県事省省を被殺政務委員会最高顧問に招聘することを求め、日本軍当局は土井原を中将に昇進させて、これに応じた。 日本軍の中国中東軍首脳会議でも、記殺政務委員会を独自政権と認めたが、紀藤防教自治政府の因難事項は初めこそ、記殺新政権に参加を表明したものの、その政権が、依然、南京政府と連絡し、独立した存在とは言えないとして、不参加を表明した。記殺政務委員会は自治を求めて成立したが、 中国国民党は1935年12月2日から同月7日まで開催した第五期一中前会において中央集権確立を決定していた。1936年1月17日に国民政府からの保身及び帰殺に対する支配権の確立を目的として帰殺委員会大綱が発布された。大綱では国民政府は河北省、茶春省、 国兵、天津の政務処理の便利を考慮したため、被殺政務委員会を設置し、該当地域の一切の政務を処理させると説明し、具体的な内容は以下のようになっていた。対抗は委員会設立後に発布され、発布までは対抗による拘束はなかった。国民党中央部並びに政府各部から影響力のある人物が視察と称して頻繁に、 中国北部に派遣された。その中の氷玉将、鹿昌林、石慶帝らの目的は、総鉄元と藩復両名に中央の意志を伝え、被殺政権が中央に全く服従することを制約させることであった。宋と藩両名はかつて氷の部下であり、その当時は鹿と石両名も氷の部下であり、侵職を共にした経験を持つ上に誰もが三党。 下北の出身であった。同時に世論を、中国北部の中央下に向けるため鉄道建設中止、炭鉱場と不許可といった中央の権限行使が行われたり、税系団の三道配備のように中央軍が形を変えて地方に駐屯することで拠点を得するということが行われた。鬼殺政府の実力の背景は国民革命軍第29軍であったが、これは中央軍ではなく、 総が軍長であり、梅津、何王金協定によって、国民政府の中央軍と東部が河北から退去させられた後は、国民政府が数の中堅将校を二十九軍に入り込ませ、彼らは二十九軍上層部が、後日から新日に態度を変更して、保身を図ることとは、対照的にもともと後日意識が高かったその兵士に、後日の機運を徹底させる行を行っていた。 総鉄源は、三成商協参化の危機が増大したことに鑑み、共産軍の河北省及び、チャハル省への侵入を防ぐためにとりあえず、第29軍の一部を、小佐会に配置し、自ら補定に赴きむ数日間にわたり、河北省南部の県庁会議を招集して傍協に、関する指針を与え、3月29日チャハル省、首席バリ事中より、 チャハル省における傍強の情勢を聴取し、協議を行い、午後天津に赴きただ中東軍司令官、松室北平特務機関長、今井北平武官らと会見して、北市防強に関する会議を行った。3月30日、ただ中東軍司令官と、久津水税主席、総鉄源との間で、傍強に関する秘密協定が結ばれ、 愛協同して一切の共産主義的行為の暴圧に従事することを訳したと言われる。また、翌三十一日に調印されたという歳目協定の用氏は、被殺政権は、遠借山と共同して、教費の相当に従事す。これがため縁と、暴協協定を結ぶことに、努むむ。縁にして、これをが縁ぜざる時は、敵字独自の立場におて、賛成に兵を進め教費を創滅す。 共産運動に関する情報の交換。被殺政権は、暴挙を貫徹するため、三党側、水縁側と共同し、必要に応じ暴挙協定を結ぶことに、努む。日本側は、被殺側の暴挙に関する行為を支持し、必要なる援助を行う、と決めている。東アジア全体の安定のため日本から定義された、北市、外猛古における、 石化の日市共同防衛に関して南京府と協議する件については南京政府にその熱意はなかった。長軍は北市と日本との防強協,協定締結に同意していたが、蒋介石は有田八郎との防強協,協定の締結を拒絶しており、さらに西安事件を天気に蒋介石はソ連との提携したために日中の防強協,協定締結は幻となった。 被殺政務委員会の委員には国民政府の幹部や財界人も認じられていたものの老朽政治家としか見られない軍閥出身者や北京政府の性格が多かった。最初に17名の委員が任命され、その中には何用金との折衝により被殺政務委員会の対抗を作成した勝負リエート政権成立の過程で中央政府に対抗するために総辞職することを表明した。 定活が参加してた。その後、辞任や死去の補充として、新たに以下の八名が委員となった。だが、辞任の補充にもかかわらず、国民政府からの中央加工策の一つとして行われた。北安市鉄路局長、陳覚政団外の当事者陳が去るなど。人事は安定しなかったため、下北における電量行使の日課。合併成立と航空協定以外に成果を出せず。 協定が済んだ追試鉄道布設案と航空協定には中央が反対した。1937年7月、六甲橋事件が勃発すると、同委員会は日本軍との折衝を行い、総鉄源と長次中は、勝木誠政治と橋本軍と会見を行いこのままなら解決できそうであったが、小解石は総鉄源に妥協を禁じた。 29軍は7月11日の現地、停戦協定の後にも7月20日には、六光波市場から日本軍に銃撃を加え、同時に八方山形面にあった部隊の一部も日本軍を攻撃したため日本軍を応戦するという事件が起こり、25日には朗報事件を起こした。翌26日には、日本陸軍参謀総長は死な中東軍に武力行使要人を指示し、 シナ中トンの日本軍は、露光橋と八方山の部隊については27日、正午、北海上内兵と西洋部隊については28日正午を、期限とする退去勧告を29軍に出した。同日、中国側は公安門事件を起こした。この事件は、直前に起きた老働事件とともに、中国側の規範意識の欠如と、 残酷な面を見せつけ、中国側に対して全く反省を期待できない、不正意の現れであり平解決の望みが立たれたと判断した日本軍市中東軍は7月27日夜半になって前日の通告を取り消し、改めて気殺政務委員会委員長であり、29、軍軍長でもあった、総鉄言に対し、協定履行の不誠ととジの挑戦的行為とは、 もはや我が軍の因人死亡、あたは、ザル書であり、中んずく広安門における欺瞞行為は、我が軍を侮辱する人、花だしき者にして、断じて許すべからざる者であるから、軍はここに、独自の行動を、衆、と、ることを通告し、さらに、北平城内の戦火を避けるために、中国側が、すべての軍隊を窮地ちから撤退させることを勧告した。 日本軍支那駐屯軍は28日早朝から北平、天津地方の中国軍に攻撃を加えるため必要な部署を用意し、広報としては、下北の民衆を敵視するものではなく、列国の権益とその居留民の生命財産と安全を図り、中国北部の獲得の意図がないことを布告し、これと同じ内容が内閣書記官長団として発表された。 中東軍は28日から北平周辺の中国軍に対し攻撃を開始し、天津方面では28日夜半から中国軍の攻撃が開始され、各方面で日本軍が勝利し2日間で中国軍の総統が完了した。日本軍の総攻撃を受けた29軍は北平、天津地区から駆逐されて国民革命軍に合流した。28日夜、 総鉄ては、長次中に、被殺政務委員会委員長、水木義公所主任及び、北平市長の代理を務めるように示せを出すと、旗徳順、今日治安とともに、北平を脱出した。他方、市民有志により治安維持会が組織されている。被殺政務委員会では、不在となった委員に対して8月3日付で補充が行われたが、同月5日には、長次中は、 鬼殺政務委員会委員長代理を辞し、同月19日に鬼殺政務委員会は事務を公とモムネに託して解散し、公は北平地方維持会主席と北平市長を兼務していたがその業務として従来の政務委員会行政事務一般を引き継いでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。